すずりがありますね。すずりの博物館だ。早川町雨畑地区の県庁庵、町の特産である雨畑すずりの歴史と地域の文化を伝承する場として作られた施設だ。艶のある本当に美しい光沢ですね。擦り心地が滑らかですね。炭のね、いい香りもするんですよ。心落ち着きますね。そして検証案では工房も併設されており、職人の作業風景を見学できるほか、すずり彫りの体験もすることができる。じゃあ、これのみやりますので、まあ、掘ってもらうんですけど、そう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 、あ、そうですそうです。手だけの力ではなくって、そう、体全体で。あ、なるほど、体全体でね。比較的掘りやすい、まあ、そうでしょうね、ですね。雨畑すずりの特徴っていうのはどんなところですか？特徴はね、石がね、粒子が細かいんですよ。はい、だから炭がね、細かく擦れるんですよね。それとも水持ちがいいんですよ。すぐ乾かないってことですか？長持ちをするんですね。砥石を使い、さらに磨きをかけたら、いいですよ。あ、はい、出来上がりです。出来上がり、はい、ありがとうございます、はい、すごい、本当に世界に一つだけの形の硯ですね。嬉しいわ。望月さんの他に雨畑硯の職人さんっていらっしゃるんですか？いや、今までいなかったんですけど、去年やっとね、見習いの人が出てまして、この方ですね。そうです、中川です。中川さん、はい、雨畑すずりの素晴らしさというのは中川さんはどんな風に感じてますか？自然をこう生かして続けてきた、こう歴史あるものだと思って、僕の次の代にもこう残していけたらなというふうに思っています。県からのお願いです。新型コロナウイルス感染症の情報は県のホームページをご覧ください。引き続き感染症対策の徹底をお願いします。